次。合格だ。うん、まだ何も話していないけど。会話が必要なのか。それもそうだね。次。お前ふざけるなよ。何が。これは一級試験だぞ。試験会場に一度も来ないバカがどこにいる。一応この通り、生身の僕も試験会場に来ているよ。じゃなきゃ不参加で。この試験期間中本体。あの、不合格だ。帰れ。理由を聞いてもいい。本体は故郷の村から出ていないな。今はのんびりティータイムか。驚いた。ユーベルにもバレなかったのに。実にいい度胸だ。合格。次。これより一級魔法使い選抜試験を行う。魔法使いの強さを決めるのは魔力だけじゃないよ。魔法というのはイメージの世界だ。こういうのは理屈じゃない。お説教でもしに来たの。人間は欲望のために戦うんだよ。